たら多分な、マシターとかたまに衛生だし、前スカッと入りやすくあるかもしれない。もさあると思う。さあ、それではコースマッシャルの皆さん、よろしくお願いいたします。 TRF チャンピオンシップ第8レーススタートとなります。 Hey, let's get started. Truck number 1, Truck 2, Truck 3, Truck 4, Truck 5, Truck 6, Truck 8, Truck 9, Truck 10, Truck 11. So 10 big rigs underway in this group 8, the TRF classLet's see who can lead the pack. さあ、先ほど第7レースでは13周3分12秒という記録が出ております TRS チャンピオンシップ。さあ、この第8レースどういった記録が出てくるか注目です。さあ、まずは特周回数2周をクリアして3周目に入っていくところです。さあ、2周目のトップカウントは長野大会代表カーナンバー2番町野選手、広島大会代表永井選手カーナンバー11番が続くカウントとなっています。さあ、まずは序盤レースタイムは50秒経過です。 Alright, about 50 seconds into this session and at present the number 2 truck which is the fluorescent yellow Bagheera which is just coming in front of me now leads the standings number 2 from number 1。さあ、レースタイム1分経過、現在トップカウント長野大会代表町野選手カーナンバー2番フォックスバギーラですね、今競馬試験を抜けて松田ターンを抜けていきます。さあ、フロントノーズがあるタイプのマシンですね、蛍光イエロー、そしてブラックのカラーリング、カーナンバー2番町野選手が現在トップカウント6周をクリアです。さあ、それに続くのが掛川大会代表北井優也選手カーナンバー5番、そしてカーナンバー11番の永井選手広島大会代表が続きます。2番、5番、11番、1番、9番、この辺りがトップ5カウントとなります。さあ、レースタイムは約1分45秒経過です。 Alright, and we are nearly two-thirds away through the session、and truck number 2 seems to have quite a vice-like grip、on this race and quite a big lead、at the top there over truck number 5 then number 1。さあ、ここで掛川大会代表北井優也選手が2番手に上がってきた。カーナンバーは5番、こちらもバギーラファットフォックス、赤いカラーリングのマシンとなります。さあ、今競馬試験を抜けていくところ。さあ、依然トップキープは長野大会代表町野選手カーナンバー2番、蛍光イエローのバギーラファットフォックス、今競馬試験を抜けて松田ヘアピンからマガジンストレートを抜けていきます。このマシンが現在トップカウント。さあ、レースタイムは約2分30秒を経過、特周回数11周目。And just 30 seconds left as the leaders go into their 12th lap in this race. さあ、11周目のカウントでどういった記録となるか。松浦選手が2番手に浮上してきた。2番、1番、5番、4番、さあ、11番永井選手、ここでセカンドポジションにグッと上がってきた広島大会代表。さあ、上位陣かなり僅差での走行が続いている。さあ、レース残り10秒。さあ、2番、1番、6番、3番、10番ゴールイン、そして5番もゴールイン。さあ、続々とゴール入っていく。スタートは竹本選手、9番がゴールすれば全車ゴールインです。全車ゴールイン。さあ、このレーストップゴールはカーナンバー2番町野選手、13周3分8秒183。